なんだろう、ちょっとインベントリ閉じて、ちょっと一気に話してくれよ。マリアン、これはきっとルシウ様が現れた証拠よ。向こうのメイル地区にいる血塗られた手の死体、血塗られた手の死体だってそうよ。殺して王女を誘拐した悪い連中よ。事情わからないけど、きっとルシウス様がやったことだわ。きっとルシウス様が全て説明してくださるはずよ。あなたが持っている、証も何かも。あんたもよく知らないだろう。そんなに危険な者たちが死んでいるなら、現地で調べてみれば何かわかるんじゃないか。まあなんかとにかくさ、ルシウス様に会えばいいってこと？うん。森のインドーシャ北部アトラホークハント高原、なんかようわからん。客室、お客様のベッド、よし。メンヒル西地区に倒れていた手の死体、まあいいか、行こうか。ハテナのとこかな。もうマリアンもほっといていい？こっち、あれかな？あっち臭いな。あるね、血塗られた手の死体。うわ。あ、こっちか。シュールだな、めっちゃシュール。ルシウスの痕跡だって。マリアンは雷が落ちた後のあるメンヒルを指さした、あれがルシウスが訪れた証拠だという、ルシウスは雷を連れてやってくるとかなんとか言っていたな、その雷が昨日落ちた。キリンじゃん、キリン。100年前に落ちたのか、知ったことか。雷、雷が怖いということにしてもらって構わない。私は家に帰ることにした。するとマリアンがついてきて、ルシウスが黄金の紋章の秘密を教えてくれるはずだと言ったので、再び興味が湧いてきた。だが関わりを持ちたくなかったので、ひたすら歩いて、しばらく歩いていると、血痕が目についた。その上、死体まで見えたのでびっくりした。転がってたね。それも一人も二人でなく、かすかに焦げ臭い匂いもした。雷だからね。何人かの死体は焼かれた？赤い手袋をつけていた。なんだ？血塗られた手の手袋を持っていったら信じてくれるかな？ OK。 知らせに行かなきゃいけないってことね。了解者。じゃあ次、2番はね、これお客様のベッド。せい、これ何？戦ったこと。レベル上げも大切だからね。お、オッケー。えい、せい、よし。お、なんか街っぽいのあるね。あれ、なんか一番忘れてる。あ、そう、なんか忘れてる。登れないシステム。なんだあのびっくりじゃない、一番なんだ。あ、これか？
あぶねえ、なんか忘れるところだった。なにこれ、拓本ってやつ、この魚拓みたいなやつだよね。なんか石の紋章取ってんのかな。はい、よし、オッケー。次、ちょっとメンヘルガード倒しようか。近づきつつ、近づきつつ。よよ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 、3、3、3、3、3。ふはは、4からの3がめっちゃ強い。たまに1、たまに1、たまに1。あ、なんか拾える農夫の財布。ね、こっち。こっち。あれ？あれ？あれかな？うん。あれだ。すごいね、びっくりマークと。わかりやすくさ、わかりやすくなってんだね、こうやって。上の方までこうピーンってなってるから。良心的だね。うん。あ、なんかある。はい、じゃあリチャードソンから。リチャードソン、タクンか。これには西大陸に移住した初期での生活に関する記録が載っていると思われる。母繊細が詳細が楽しみだ。込められている記録物だ。我々の知り得ない遠い昔の先祖たちの歴史がメインヒルに刻まれている。触れてはいけないという伝説があったが、まあ私のようなマリアノープル出身者にとって面白い言い伝えではないけどね。うん、クリアーン。リアム、ひょっとして腕っぽしは強い方ですか。もちもちだよ、ガチムチやからな。羊牧場周辺にいるビーターなめんなよ。食肉ホーネットが何度も羊を食べてしまい、被害が、重なって大変なんです。戦いに自信がなければ、私の代わりに牧場にいる羊の、熱いウールを飼っていただければ代金をお支払いいたします。うん、羊牧場、羊のウールを借り取りましょう。うん、オッケー。羊、わっ、めっちゃ戦ってる。援護するよ。あーけど犬やられちゃったよ。犬が大丈夫か。結構強いんよね、結構硬いん。ちょっとウール100個もいるんだけど。あ、一気に20とか取れるんだ。あ、動いちゃダメなんだね、これ刈り取ってる時。あ、30、こっち。だからこれ労働力が少なかったらできないってことかな。これ先にさ狩られちゃったら大変だよね。クエスト目標を全て達成しなくても、うん、途中で完了が可能です。なんで？お金とアイテム報酬は全て獲得できますが、うん、経験値報酬が減少します。あ、なるほどね。じゃあさ、ちゃんとやった方がいいじゃん。ちゃんとやった方が経験値いっぱいもらえるんだ。そっちの方がいいよ。てか食肉、肉食ホーネット入りすぎやろ。牧場の管理がなってないぞ。めっちゃおるやん、だって。羊食ってくれ言うてるもんやで、こんな。これで溜まるかな。もう一匹
もう一匹だったらここにいるからいいけど。問い？これで完了。うん。羊飼いに話しかけて終了。ほい。うん。すくと育つでしょ。うん、羊毛から布を織って特産品にして、貿易に応すればとても儲かるんです。これまでの損害を取り返そうと思います。金になるんだって。金になるんだったらさ、持って帰ろうよ、いっぱい。なん持っていくよ、もうエテポンゲ持っていく。いっぱいいっぱい狩るよ。枯れない、くそ枯れ、しないもん、しない、しない、枯れ、枯れ。どうやら、イベント中しか枯れないみたいです。アネット、ランス村に送る、足りない羊肉、ラム肉ね、うん、牛肉でも送ろうと思います。それでも足りない。ギルバートさんに蜂の群れが羊を食べてしまったので、今回は羊の肉を送れませんとお伝えください。オッケー、ギルバートね。じゃあ、なんかびっくり出てない？気のせい？あ、そういうことね。こう、こっち、あれだな。あれがギルバート。違う、あれはね、ベッドだな。うん。ベッド。ウィッツ。綺麗な家を見せてあげるわね。おい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 、そっち系か、ホモか、誰の家かって。当然私の家よ。この家こそ私の家なの。扉を開けて中に入って家の中を見物してみて。頼むからちょっと閉じ込めないでくれよ、マイヤー。頼むぜ、マイヤー。すごいね、ちょっとこんなんなってんよ。すごいよ、ほんと。ん？F、F。閉めちゃったよ。寝とる場合ちゃうぞ。なんかあるよ。開けれないの、これ。開けれるやん。開かない。なんで？鍵がかかってんのかな。ダメだ。うん、見たよ、マイヤー。うん、家を持たずに、家を持たずにさまようか。さまようのはやめて、あなただけの可愛いお家を建ててみて。建てたいんだけど。うん、オッケー。え、なんだ？なんでまだここに2番？お客さん？こっちか？これかな？なにこれ？マネキン？なんか制作か、なんか作ったりするんだね。うわ、これが客用ベッド。や
ばいね、ダブルベッドだぜ。よし、オッケー、これで完了。じゃあ次行こう、次行くよ。これ何なのこの人。連携技を使えるようになるだろう。スキルを使った後、他のスキルを使うと、連携が発動するってね。こっち、ここかな。違うな。あそこらへんだな。3番、これなんだ。サーベイランス村、ここらへん。これ今サーベイランス村じゃないのかな。まだついてないかな。あそこにハテナがあって、ここにさ、あれ、あ、ここまだもうちょい先か。あのハテナぐらいまで行かなきゃいけない。あ、誰かいるんじゃないこれ。あ、プレイヤーさんがいるよ。ちょっと見させてもらおう。チャットってどうやってするの。チャットってどうやってするのかな。これか、タブ。あ、違う。まあいいか。よし、ギルバート、ウィース。うん、血塗られた手と戦争していた頃とは違うんだ。うん、だからさ、肉食のさ、蜂がいるからさ、食べられたんだよ。うん、おいっす。一体こんなものをどこから持ってきたのだ。保守、なんかまたムービー入るね。赤手袋を持ってサーベイランス村へ駆けつけた。うん、死体を見たと話すと、村の警備兵はマジシャンのマエルアスに伝えるよう言った。マエルアスは私たちを見ると、マリアンが強引に私を巻き込んだことに怒りをあらわにした。初めて会う。おこだよ。彼は私を知っている様子だった。もう。続けてマエルアスは、じいちゃんじゃない？赤手袋は血塗られた手という暗殺者組織の印であり、手袋から強い魔力が感じられると話した。あ、この手袋をつけてる組織がある、ね。私の故郷である田舎の野原で。偉大なマジシャンと邪悪な暗殺者たちが一戦交えたというわけだ。うん、終わってんじゃないのか。こんなすごい事件を見逃しても少しも悔しくない私は、うん、やはり長生きするタイプと言えるだろう。ところでマイルアスはクレセントスローンのコバノン将軍に手袋を渡して報告をしろと言った。私のような一般人にも会ってくれるのだろう。お前は一般人じゃないぞ。漆黒を持ちしもろう。この世界を救うものだぞ、漆黒の絵で。はい。漆黒の絵でよ。うん。将軍を訪ねて、うん。了解。オッケー。ここら辺何も。あ、結構びっくり出てる人いるね。じゃあ一旦ちょっとここら辺でね、ちょっとね、今までのパートちょっと編集したいから落ちたいんだけどさ、ログアウトどうやってやんの？ログアウト。メニュー。終了？はい、では編集作業に移りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。